ここは私にお任せください。しかし、ベーレンの基地一つをノマドが支配しているというのも、改めて考えるとやばいな。日本と違って土地も広いから、全域をカバーできていないのでしょうね。ノマド直属の魔族までいるものね。そこまで分かっていてどうして基地を制圧しないのよ。ベーレンとノマドは敵対しているのに。表面上はね。ただやっぱりノマドはいい取引先なのよ。金払いがいいね。やっぱりどこも最後はお金か。日本政府も変わらないと思うがな。中華連合もね。ふま隊長、お二人が。ああ、気にしなくていいぞ、ソラ。喧嘩しているように見えて、ただじゃれ合ってるだけだからな。違うわよ。重要な作戦の前に誰がじゃれ合うか。とまあ。こんな具合に息はぴったりだ。そうみたいですね。まったく、ずいぶんと余裕じゃないか、特務中隊の隊長だのは。本当ね。これはさぞかし素晴らしい作戦を考えてくれるんでしょうね。まあ、今回のは作戦とも言えないかもしれないがな。色族の皆さんも指定の位置へ移動したそうです。ようやく作戦開始？こうも作戦前の待ち時間が長いと体が鈍ってしまいそうだ。そうね。特務中隊の作戦は個人ではなくチームで行うものよ。そこを忘れないように。ええ、作戦には従うわよ。アサギ、異論はないわ。それでもこの立場からは逃げませんよ。俺だって対魔人なんだ。それじゃあ作戦の確認だ。今回は色族のみんなが陽動を買って出てくれた。基地の正面から攻撃を仕掛け、その間に俺たちが
背後から基地へ侵入する。色族の不死性を活用した陽動ですが、相手はノマドです。色族へ有効な未知の兵器を開発している可能性もありますので、迅速な侵入を。そのことだけれど、偵察の途中ノマドに潜入しているタイマニンから連絡があったわ。ノマドに潜入したタイマニンがこのタイミングでですか？私たちがこの基地に到着するすぐ前、あなたたちが色族を説得している頃にこの基地に派遣されたそうよ。それはもしかしてノマド側も何かを気づいているのでは？面白くなってきたじゃない。同感だ。本気になったノマド、つまり上級魔族たちが相手というわけだ。今度こそ勝つ。そうだろ、特務中隊の隊長。ああ、その通りだ。俺は弱いよ。桃地みたいに体を鍛え続けたわけでも、特別な忍法を持っているわけでも、運がいいわけでもない。凡人だけど、俺は仲間に恵まれた。人間だとか魔族だとか関係なく。他の誰でもない、どの勢力でもない、たくさんの力が集まった俺たちだからこそノマドに勝てるのだと俺は思っている。みんなの力を貸してくれ。俺は、特務中隊はエドウィン・ブラックにノマドに負けないと証明したい。基地に潜入したというタイマニンに合図を送ったら作戦を開始する。みんな、最後の準備を。調子はどうだ、エミリー？はい、ベーレン所属のミス・アスカ、それに DSO の司令官がこちらの味方のおかげで、多少は基地の内情と装備の質なども調べられそうです。急いで調べて、色族の皆さんにも知らせないと。そうだな、いくら不死身でも武器の質や量が分かっていれば犠牲は少ないだろう。何か俺に手伝えることはあるか？大丈夫ですよ、小太郎くん。小太郎くんこそ少し休んだらどうですか？色族の王様と話してからずっと作戦を考えているみたいですし、甘いものはありませんけど。うん、ありがとう、エミリー。エミリーには助けられてばかりだな。機械関係は部隊で一番強いし。そうですね。私、本当は技師を作ることが本業なんですよ。すまない。いや、分かってはいるんだが。
冗談です。そう深刻な顔をしないでください。そんなに顔に出ていたか。私はタイマニンの精神的な面にはそれほど詳しくないですが、コタロ君は感情が顔に出ますから。う、また雪風とか桜から笑われるな。そういうところもなんだか弟を相手にしている感じです。弟か。でも小太郎くんはかっこいいし、たくましいですし、弟みたいだけど弟ではないんですよね。なんだかよくわからないが、それは良かったのかな。そうですね、なんだかよくわかりませんけど、良かったのかもしれません。一体何の話だ。さあ、手伝えることがないなら肩でも揉もうか。これでもトキコからは評判がいいんだな。あ、それはいいですね。最近肩こりがひどくて。でも大丈夫です、今の私は調子がいいので。そうか。ありがとうございます、コタロー君。コタロー君が心配してくれるなら私は元気100倍です。元気100倍なんて言葉、さくら以外の人が使うところを初めて見た気がする。よくわからないが、それはよかった。はい、私は大丈夫ですから、他の方を気にしてあげてくださいね。ああ、わかった。エミリー、何かあったら何でも言ってくれ。俺にできることは何でもするからな。本当に優しい人。施設に潜入しているタイマニンからよ。敵の見張りが少ないルートが送られてきたわ。声でっか。隠密行動には向かないわね。自分たちを死神だと言っていたけど、この声だと死神にも向いていないかもね。だが今は心強い。ナギ、事前の打ち合わせ通り、ソラとサクヤを連れて色族の援護に向かってくれ。どうやら向こうは突撃力こそあれ、機械関係には疎いみたいだからな。何か動きがあれば、三人で連携して生き残ることを優先するんだ。了解しました。主様、ご分を。この程度で死ぬわけにはいかないさ。ソラとお昨夜も、ナギの命令に従うように。了解しました。はい。よし。特務中隊、これより作戦を開始する。エミリー・シモス、戦闘を開始します。ち、見張りが少ないとはいえ、やはりゼロではないか。ならば、結露を切り開くのみ。うむ。わお、みんなやる気満々だね。ここは、さくらちゃんもやる気を出しちゃおっかな。まったく、
作戦は始まったばかりだ。無茶はするなよ。このまま一気に敵の壁を突破し、色族と合流するぞ。了解。全力で行くぞ、ノマドとも。ハッキングして扉を開くので、皆さん援護をお願いします。わかった。みんな、エミリーの護衛を優先する。了解。雪風、あなたは狙撃に注意を。わかってる。けど数が結構。まだ狙撃兵までは配置されていないが、いつ配置が終わるか。エミリー、ハッキングの完了までどれくらいかかりそうだ。あと数分もあれば。サクラ。何？お前も雪風に協力して建物の影からの狙撃に注意してくれ。了解。チッ、行動が早い。雪風、狙撃の場所は分かったか？ええ、でも4、5、数が多すぎるし、ここからじゃ3人くらい死角になって狙えない。反対側からも発見。こっちはさくらちゃんにお任せあれ。厄介だな。向かってきてくれるなら近くのやつを叩き潰せばいいだけなんだけど。今までの兵士たちよりも手だれね。ええ、それにこの動きは人間であればありえない動きを。パワードスーツの中身はおそらく。そうか、なら遠慮はいらないな。あ、これならどう？
れてるなら近くの爆発物ごと吹っ飛ばすだけよ。楽しそうだな。当然、基地を稼働させるために必要な燃料タンクやバッテリーを片っ端から吹っ飛ばしてあげる。構わんが、こっちが巻き込まれないようにしろよ。少しは構いなさいよ。一応ベーレンの資金で稼働している基地なんだからね。一応気にしておくわ。まったく。あと少し。エミリー、ごめんなさい。少し驚いただけです。でも、どうして外れたんでしょうか？相変わらず派手な戦い方ね。でも、この場ではそれが一番似合っているのかしら。シズル先生、ノマドに潜入していたタイマリンとはシズル先生のことだったのか。連絡で聞いてはいたけど、本当に魔族と共闘していたのね。はい。ですが、門の外にいる色族は信用できます。今は。見た目は結構驚くかもしれませんが。ご苦労だったわ、シズル。いえ、浅木校長。本当は情報が揃うまでもう少し隠れて様子を見るつもりでしたが、私の存在は最初から気づかれていたみたいで。ええ、どうやらノマドはこの基地で私たちと決着をつけるみたいね。突然だけれど、これ以上の単独行動は難しいし、合流させてもらうわね、風魔くん。心強いです、シズル先生。狙っていた3人を簡単に。硬いだけで動きが遅い相手が得意なの。それじゃ
あなたの援護は私がするから、さっさと扉を開けてちょうだい、エミリー先生。アサギ先生、俺たちは向かってくる敵の殲滅を優先します。ええ。思っていたよりも早かったな。外の敵は、殺す価値もない連中だ。さあ、次は中にこもっている者たちだ。初めて会った時より、覇気のようなものを感じないような。何かあったのか？敵があまりに弱すぎてな。退屈しておられるのだ。退屈？この数を相手にか。上級魔族っていうのは、やっぱりよくわからないな。行くぞ、蹂躙しろ。我が自慢のもののふたちよ。吸血鬼の犬どもに泥を食わせ、屈辱に這わせ、我を楽しませよ。うああ、この隙に俺たちも攻撃に転じるぞ。しずる先生は、みんなの援護を。人使いが荒いわね。潜入任務が得意なんだけど、そうも言ってられないわね。花のしずる、行くわよ。風魔くん、指示をちょうだい。はい。エミリー・シモス、戦闘を開始します。
制圧完了。こっちも制圧したわ。これが組織だった動きができる魔族の力か。夜が来る。さあ、本番はこれからよ。ええ、そうみたいですね。エミリー、基地の通信設備を復旧。基地周辺をレーダーで監視してくれ。え？あ、はい。そういえば、ノマドを傷物にした私たちに怒っているとか言ってたっけ？いい迷惑よね。あっちは人間界全体を傷物にしたようなものなのに。どうしたの？エミリーさん。ヘリが一機来ます。映像を出しますね。必要ない。今のは？四季の王の声だ。みんなにも聞こえたのか？ようやく来たか。出てこい、風魔小太郎。あれは貴様たちが相手をし。俺たち？いや、とにかく外に行くぞ、みんな。ナギたちは引き続き四季族と一緒に行動して援護を頼む。了解しました。風魔先輩、皆さんお気をつけて。ソラ、私たちも行くわよ。急いで。サクヤたちは大丈夫みたいね。大きな戦いになるわ。みんな、準備は万全にしておきなさい。おぼろ、イングリッド。げ、あのおばさんたちまで来たの？四季の王様の話だと、エドウィン・ブラックが動いているみたいだしね。幹部が一緒に来るのは普通じゃないかな。でも、エドウィン・ブラック本人はいないわ。こんなに落ち着いて顔が見ていられるような相手だったか。我らとの戦いで成長したということだ。それが人間の成長だ。肉体ではなく魂。肉体ではなく魂の成長か。
こちらが弱みを見せれば、まるでハイエナのように群がってくる。単純だな。タイマニンも、色族も。無駄話は後だ。さっさとここを終わらせて、ブラック様の援護に向かうぞ。援護なんて必要かしら？あんたとの腐れ縁も、ここまでみたいね、坊や。ブラック様との約定をたがえるとは、もはや生かしておく価値はないな、特務中隊。おぼろ、イングリッド。おやおや、今まで隠れて地べたを這い回っていたネズミの王が、こんなところでどうしたんだ？貴様！我らが王に、なんとそんな！雑魚は黙ってな！それとも向かってくるかい？この私に！吸血鬼の犬が！つまらん小競り合いはなしだ。エドウィン・ブラックはどこにいる？よく言う。ノマドの状況を理解し、ベーレンの支配領域内に限定したとはいえ、このタイミングで複数の基地や施設を襲撃するとは。貴様ら色族は人間とは群れないと思っていたが、当てが外れたぞ、色の王。なるほど。エドウィン・ブラックは別の基地に向かったか。特務中隊と弱った桃地投与、どちらの餌に食いつくかと思ったが。桃地だって？あいつは目的のためなら手段を選ばない。それがたとえ自分自身の命であっても。そういう男だ、あれは。ちょっと、他の施設を襲っているというのはどういうこと？深く考えずともわかるのではないか。今回の襲撃は、この基地だけではないということだ。まさか、我自ら赴いた基地に、お前たちの仲間が潜入しているとは思わなかったがな。こういうことを運が良いというのかな、風魔小太郎。聞いていないぞ！敵を騙すには味方から、というのは人間の言葉ではないのか。まあ、騙す形になったのは悪いと思っている。それは本当だ。いや、相手はエドウィン・ブラックだ。奴のことはあんたの方が詳しいだろう。けれどこんなことであの吸血鬼を倒せるとは思えないが。だが、戦力を分けることには成功した。あの2匹の犬と吸血鬼を同時に相手にしては、不死の我らはともかく、お前たちには荷が重いであろう。まあ、あの2人が本当の実力を発揮したら、話は別だろう。いいや、余計なことを言ったな。忘れろ。凪から聞いた、あなたたちの頭かす。
それにノマドの逮捕。予想はしていたけど、やはり陽動作戦だったのね。だからこそお前たちも様々な準備を整えてきたのである。じゃあ私たちはあの吸血鬼をおびき寄せるための餌だったわけ？うん。この基地を襲撃したのは、エドウィン・ブラックをおびき出すためと、上級魔族同士が戦えるだけの広い場所が近くだとここしかなかったということだな。その怪物たちに騙されてたの？そんな異形の化け物を信じるなんてどうかしてるんじゃない？利用しようとしていたのはこっちも同じだ。別に気にしないさ。クソガキ。あんた、誰に向かってそんな目を？それより残念だったな、四季の王。せっかくの罠にこんな雑魚しか釣れなかったなんて。構わぬさ。今のノマドに使える手駒は少ない。ならば次は上級幹部とやらを一人ずつ殺していくだけだ。子飼いの手駒がなくなれば、いかな引きこもりの吸血鬼でも出てこなければならんだろう。たかだか魂を食らうことに長けただけの怪物が調子に乗るな。その通りね、風魔君。雪風、同じ目的があったとしても味方というわけではないのよ。少しは相手を警戒する癖をつけなさい。え、一緒に戦っているって思ってたの、私たちだけなの？裏切られるとまでは思っていなかったが、お互いに利用しているくらいには感じていたぞ、私も。嘘つけ。嘘じゃない。これだから日本のタイマニンは。どうどう、ユッキ。私は馬じゃない。はぁ、まったく。これじゃいつも通りじゃない。相変わらず賑やかね。まあ、特務中隊らしいと言いますか。ずいぶんと余裕じゃない、クソガキども。何を怒ってるの、おぼろ。ノア・ブラウン、こちらへ戻ってこい。でなければブラック様の血を継ぐお前も殺さなければいけなくなる。断る。私は特務中隊の仲間だから。風魔小太郎は私を道具ではなく仲間だと言ってくれたから、ごめんね。まったく、普段はブラック様ばっかりだってのに、
珍しくこっちについてきたと思ったら、なんだい、母性にでも目覚めたの？いや、ノアは長い時間と大量の資金を使って作られた、現状では最高の傑作品だ。それを殺したとなればブラック様も悲しまれる。あの男がその程度で悲しむもんかね。たった一つ、ほんの数滴だけの血を分けた化け物相手に。今日は随分とおしゃべりじゃないか、おぼろ。四季の王の前だからって怖がってるのか？はっ、あんたも随分とおしゃべりじゃないか。四季の王の前だからって調子に乗ってるのか。俺も少しは成長したってことか。調子に乗るでないわ。成長したとはいえ、お前に比べたらその怪物の方が数枚上手ぞ。だが負ける気はしないな。あ、どうやら本当に今日は調子に乗ってるみたいだね、坊や。少し水応急が必要かしら。俺たちの仲間を侮辱してんじゃねえ。来いよ、おぼろ、殺してやる。吐いた言葉は飲み込めないよ、風魔小太郎。エミリー・シモス、戦闘を開始します。さあ、えい、これで、これで、はタイマニンども、覚悟しな。はっ、これで、このムカつくわ。任務完了、大勝利です。この私がこんなガキどもに。ガキガキうるさいのよ、おばさん。あれ、合わせるわ、突っ込んで。
しまった。なめるな！やらせるか！数だけは多い！挑発に任せて踏み込むからだ。うるさい！クソ！この短期間でここまで成長しているなんて、完全に予想外だ。相手は大魔人だ。舐めてかかるからそうなる。私を見下してんじゃないよ！アスタロトから生き延び、四季の王と対峙して、多少は成長したようだな。どうだろうな。おぼろくらいなら、東京キングダムで会った時でも戦えたと思う。少し挑発すれば突っ込んでくる癖は、以前のままだからな。よく見ている。あれは俺たちを観察しているのか。あんたは油断も隙もないな。だが、あんたも怖くはない。なるほど。成長したのは舞台ではなく、貴様の心根か。よかろう。貴様を一人の戦士として、この魔剣ダークフレイムのサビにしてくれる。気を抜くなよ、フーマ。ああ、一緒に勝つぞ、スー。エミリー・シモス、戦闘を開始します。魔界騎士の力、しかと見よ。この任務完了、大勝利です。勝てたのか。確かにそれなりに成長したようだな。以前戦った時よりもずっと動きが良い。
傷は塞がったか、おぼろ。人使いが荒いやつ。でも今だけは言うことを聞いてあげるわ。みんな、まだやれるな。当然だ。うん。やっぱり、あなたたちの見せ物が一番面白いわね、タイマニン。誰だ？この声を忘れたの？私よ。アスタロト？またあなたか。懐かしい顔を見ようかと思えばまたいるんだもの。驚いたのはこっちよ、タイマニン。それとブラックの飼い犬たち。極炎の女王、なぜ貴様がここに？なぜも何も、遊びにじゃないの？そいつの性格からして。ご名答、久しぶりね、四季の王。久しぶりだな、極炎の女王。それにしても珍しいわね、人間を観察するだけでなく力を貸すなんて。どういった変化かしら、四季の王。貴様には関係がないことだ。何の信念もなく狂楽的に動くことしかできないお前にはな。あら手厳しい。これ以上邪魔をするな。どうせこれからの戦いにも興味はないのだろう。相変わらずつまらない男。相変わらず気色悪い女だ。くっ、化け物ども、こんなところで。全員離れて。うわ、同士の戦い。それにしても突然すぎるぞ。喋っている暇があれば距離を取れ。巻き込まれたらひとたまりもないぞ。
の炎を受けて無事で済むなんて変わらないわね、四季の王。場の空気も読めぬ戦闘狂、ここで引導を渡してくれる。アスタロトが現れたと思ったらいきなり、どういうこと？わからん。よほど仲が悪いみたいだな、あの二人。これでは貴様らだけに気を取られるどころではないな。いきなり現れて好き勝手に暴れて、いい迷惑だね、本当。何？イングリッドの能力ではないわ。まったく、物事がうまくいきすぎるとろくなことがないとは人間の言葉だったか。エドウィン・ブラック、何が起きた？あれがエドウィン・ブラックの能力、重力制御か。アスカ、くれない！二人を離しなさい！援護します。今度は何だ？重力障壁、あれの前では普通の攻撃は完全に防がれてしまうわ。これ以上使える駒を失うわけにはいかないからな。奴ら全員を相手にするのはお前たちには荷が重すぎ。たく、それより別のところを襲っていた部隊は？追っていたが、それよりもお前たちを優先した。これ以上大切な駒を失うのは面倒だからな。ブラック様、ありがとうございます。エドウィン・ブラック。ノア・ブラウン、口を開く許可は与えていない。黙れ。それで特務中隊、お前たちはここで何をしている？私はお前たちに桃地東洋を殺すように指示を出したはずだが。それだけの子供の使いもできんか。
邪魔な連中はお互いに争っている。お前たちを助ける力はここにはもうないぞ。この者使いすら満足にできないのなら必要ない。何を期待していたのかは知らんが、ここで死ぬならそれまでだ。伊川麻木。なんて威圧感なの。マッツ、本気だよあの人。人じゃなくて吸血鬼。全員油断するなよ。本気で来るぞ。当たり前だ。ちゃんとした指示を頼むぞクーマ。ああ、やってやる。全員で生き残るぞ。このハッ！やっ！えっ！や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 っ！えっ！いいだろう。私自ら相手をしよう。思ったよりもやるようだ。次は本気でお相手しよう。任務完了。大勝利です。ほう、この攻撃をしのぎきるか。イングリッドたちが手を焼いたことといい少しは成長しているようだな。なめるな、コウモリの化け物が。雪風、エミリー、今やれる最大の火力を。相変わらず人使いが荒い。ターゲットロック、いけます。ミス雪風、行くわよ。障壁の維持に集中しているのか。ほう、これではダメか。見事なものだな、伊川麻木。人の身をもってこの私に傷をつけるか。エドウィン・ブラック、だがお前は後だ。ち、なんだ。喋るな。ガ
重い。これが重力を操作する能力か。ふむ。下船の顔を向けるな。屍の支配者か。この場を離れろ。上級魔族3体の戦い。上級魔族ってなんてデタラメなのよ。会話もなしに追っ始めるなんて。それだけ憎み合っているのでしょうね。でも好機だわ。ええ、今ならエドウィン・ブラックの隙をつける。珍しいな。お前なら他人の力なんて借りなくて向かっていくかと。私だって実力差くらい分かっているつもりよ。そう言いながら真っ先に紅と一緒に突っ込んでいた。てのは黙っとくか。まずはこの場を離れるぞ。あのレベルの戦いじゃ流れ弾だけでも俺たちはただじゃ済まないからな。